皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、常識が非常識、非常識が常識にということについてお伝えしてみたいと思います。そもそもですね、常識って何なのかっていう話なんですけど、常識っていうのは、例えば多数の人がそれを正しいと認めることが、それが常識っていうことだとするとですね、時代が変わったり価値観が変わったりするとですね、常識というのが常識ではない、世代を変えただけでそれっていうのはすごくあることで、で例えば旧時代から新時代に変わるときって、よくそういう意識のパラダイムシフトっていうのがね、入ったりとかするんですけれども、昔当たり前だったことが当たり前じゃなくなるっていうこととかあるじゃないですか。みんながそれをやって浸透していくとか、過程を得ていくと、技術進化とかはね、ものすごく分かりやすくって、例えば電話って固定電話しかなかった時代、私もすごいちっちゃい頃とか黒電話でダイヤル式のね、0から9までジージコジージコっていうやつやってたり、ジリ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 ってうるさい音がね、鳴る電話やってたんですけど、でその当時に電話を持ち歩くっていう概念はなかったんですよね。ありましたよ。そのビジネスマンの人がなんかすごく不格好なカバンとなんか一緒になったようなめっちゃ大きい携帯電話、月に15万とかかかって使うみたいな、お金持ちのエリートビジネスマンしか携帯電話っていうものは持たない時代とかに、電話っていうものはあったけど、さらにその前だったら電話ね、持ち歩くっていう概念なかったじゃないですか。だけどそれがやっぱり皆さんが便利だというふうになれば、技術革新開発が進んでいって、どんどん値段がこなれてきて廉価になってくると、携帯料金っていうのはいろいろサービスによって内容とか違いますけれども、結果1万円以下とかでね、携帯とか使えたり、安い感じだと2000円とか、それぐらいとかでも使えたりとかするじゃないですか。っていう時代が来ていると、そもそも固定電話にこだわるのはどうなんですかっていう風にまで時代は変わってきていますよね。固定電話持たない若者なんていっぱいいます。前は固定電話持ってないと社会人としてどうなんだとか、家計とか、家庭のあれとして長として恥ずかしいみたいな、固定電話を履歴書にかけないと面接落ちるとか、なんかそれぐらいな社会的な地位があったことが、いや別に持ってなくても困んなくないですかみたいな社会の風潮があると、結果持たなくてよくなっちゃうんですよね。だからこれは今ちっちゃい例なんですけど、価値観とか考え方っていうのは時代とともに変わるし、あと一緒にいる人たちとの環境によっても変わります。だから逆に言うと、自分が思ってる常識は本当に常識なのかっていうのを、疑った方がいいですね。違う世界に行くとそれ非常識になったりとかもしますし、ということは逆に自分ができないとか思ってることは案外簡単にできちゃうとか、これはおかしいんじゃないかって思うことも、いやそれ普通でしょうっていう人とお話しすると普通になっちゃうとかね、そんなイメージです。だから私はよく皆さんのね、新規事業とかに対して、コメントとかをね、出したりする立場なんですけれども、結局その人の中にある、可能性を信じることができるのであれば、それは難しいと本人が諦めない限りにおいては、ほとんどができると思ってるし、叶うと思ってるんですよね。例えば年商これぐらい欲しいとか、年商こんな感じでやっていきたいとかって言って、行きたいって本人が言えば行けちゃうんですよ。時間かかるかもしれないけど、だからその状態を信じられるかどうかっていうことと、それがこの業界では無理だよね、この職業では無理だよねっていう殻を破れば、だいたい行けちゃったりする。教室の先生とかってね、1000万円稼ぐとかっていうの難しいと思っちゃう人は稼げないし、いや別に3000万もいけますよねっていうんだったらいけちゃいます。だからその稼ぐっていうことに対しても常識を持たない方がいいというのが、非常識な教室集客コンサルタントの高橋貴子的な考えで言うと、そんなイメージになります。
はい、ですので、たまにはですね自分の常識っていうものを疑ってみましょうっていう、そんな感じのねお話をしてみました。それでは。